と、すみません、関根村。はい。うちこの土日でですね、世論調査なんですけど、道路特定財源に関してですね、はいはいはい、暫定税率撤廃、一般財源化っていうのはもう6割ぐらい賛成ですね。はあはあ、はい。一方でその与野党でしっかりと協議するべきだというのが6割ぐらいあるんですね。はいはいはい、でその点に関してそもそも、はい、ガチンコで論戦を張っていくのか、それともある程度修正協議という形を、はい、取っていくのかについてちょっとお考えを。これはね、まだ論戦これから始まるわけですから、論戦始まる前から修正協議云々ということではないと。やっぱり我が党の立場は、まあ、一貫して言ってますように、道路にも福祉にも教育にも何にでも使える一般財源化をするということが一つですね。で、まあ、無駄な道路を作り続ける仕掛けを加速させる役割を果たしている暫定税率は撤廃をすると。これが私たちの基本的考えです。でそれとは区別して、ちょっと誤解が一部にあるのはですね、その暫定税率をやめると、その分を環境税にという意見があるんですけれども、環境対策というのは単なる環境税だけではありませんから、例えば CO2 の排出量の大変多い産業界と政府との協定の問題もあるし、いわゆる排出権取引の問題もあります。その中の一つにね、環境対策の一つに環境税があると。でこれはまあ誰にどういう仕組みで環境税をかけるかというのは、やっぱり慎重な議論と国民の合意が必要ですから、党としても今そこは慎重な研究をして、まあ、できるだけ早い時期にこう環境税だけじゃなくて、いわゆる京都議定書に基づく 6% 削減ですね、これは逆に 6% どころかプラス 6.4% になっているわけで、これを12年までに削減するためにはどういうことが必要かと。から13年以降の、まあ、いわば、京都議定書の第一約束期間が過ぎた後のですね、枠組みをどうするかという国際的な取り決めのあり方をどうするかと。これはこれでまた必要です。いわゆる長期目標というのがあるわけですけど、まあ、長期目標は誰も言うんですけど、2050年の話を、もちろんそれ自身意味のないことではないですけど、やっぱり次は2020年ですよね。それまでに総量で、どれだけの規制をね、世界中でやるか各国がどうするかと、その枠組みを京都議定書の精神で引き続きやるのか、そこも横に捨てちゃってですね、総量規制なんで枠はもう取り払おうとか、京都議定書の積極的な意味は1990年比で各国別に排出量の総量削減の目標を決めたところに大きな積極的な意味があるんですよね。まあ、国会のやり取りこの間も聞いてると、排出源単位で、要するに省エネ努力してね、電力だったら1キロワットあたりCO2 をどれだけ排出するかって、そこさえ減らせばいいんだというのは大体産業界や日本政府の考え方なんですよ。でそうなるとね、いくら省エネしても生産量が高まれば排出総量は減らないわけですよ。で今世界で問題になっているのは、もちろんそういう省エネ努力することは大事なんだけど、排出量を削減する総枠をね、まあキャップをきちんと決めると。このキャップを決めることにもっと抵抗があるのが、産業界ですね。まあ、省庁で言えばとりわけ経済産業省なんかはそういう考え方ですよね。で、まあ、首相も国会の答弁聞いてる限りでは、まあ、経済の発展と環境の両立という言い方で、なかなかきちんとしたヨーロッパのような考え方には立たないという、大体あれでしょ、90年比という決め方自身が不公平だとかね、 EU はその崩壊した東欧とか、もうエネルギー効率が非常に悪い東ドイツとか、そういうのが崩壊して、だから1990年比ということでいけばいくらでも削減できるから有利なんだと
こういう発想ですね、大体聞いてるとね。で90年比をできるだけ現行から何パーセントとか2000年比でいこうとかね、いうのは大体日本政府や財界の考え方ですね。ちょっと暫定税率の話から環境の話に移ってしまいましたけど、協議の話で今あなたのおっしゃった修正協議云々についてはやっぱり議論を始める中で今言った私たちの原則ですね、これ貫いて頑張るというのは基本です。そういう議論の過程の中でね、国民にとってプラスになるような方向での議論が行われれば、修正一般がね間違ってるというふうには思いません。でそれがなんかこう本質をそらす妥協の悪い野望のような修正ということになれば、それはやはり良くないだろうなというふうに思っています。でやっぱり考え方が対立したらガチンコすることはありますよ。ただ我々も最初からガチンコありきと、最初からこう統略的政局を睨んでいつまでには採決させないとかね、そういうやり方は後は取らないという、立場ですね。今お話の中であったその環境の取り組みみたいな話ですけども、近いうちに具体的にアクションをやりたいと思ってます。これはまだね予定なので、あれですけど、国際的な動向の調査もやりたいなと。文献だけでわからないのもあるからね、フランスやドイツ、特にドイツが進んでるんですけど、北欧も進んでますけど、とりわけドイツなんかのやり方をですね、いろいろ研究する必要があると思うんですよ。これは経済界との協定だけじゃなくてね、面白いことやっててね、自家用車を持ってる人は入居できない公団住宅っていうのはドイツはいっぱいあるんですよ。できるだけ CO2 をこう街づくりそのもので減らしていこうというので、どうするかというと、その鉄道とかバスのですね停車場がなかったのに、そういう公団住宅の前には新たに駅をね作らせると。でそこに住んでる人がじゃ緊急になんか用事ができた時どうするのかというのはね、そこの公営団地の公団住宅が管理する大型車が5台置いてあるんですよ。でそれを使って、物を運んだり移動したりすると、引っ越しなんかの時にはそれを使うとかね、なかなか考えてるなと。あるいはこう大きな駐車場は郊外に作って大都市部の市内には公共交通機関をできるだけ使うという、街づくり全体を産業界の努力と同時にこう国全体がそういうふうに環境問題で努力するとかね。ちょっと今のね年末に出されたその政府の、政府じゃない、経済産業省と環境省とで議論した 6% 目標達成のための追加対策っていうのを呼んだんだけどね、国民運動が中心なんですよ。で国民運動を読んでみたらどんなん書いたら、なんていうのあれ、コンセントプラグを外そうとかね、できるだけ電気は不必要な時は消そうとか、別にそれはいいんですよ。それ僕はやったらいいと思うんですけどね。これはね検証ができないんですよ。で あくまでこうやりましょうって言って言ったけど、結果どうなったかわからないわけで、そういう個人個人の努力とか国民運動に依存するっていうのは大体政府の考え方なんよね。でこれは僕否定しないし、大いにやったらいいと思うんですよ。こう環境に配慮した生活スタイルを確立するとかね、いうのはやったらいいんですけど、やっぱり一番大元の日本の CO2 の排出量の最大のウェイトを占めてるのは電力会社とか産業界、公共部門なん でそこは頑張って省エネに努力してるって。今増えてるのはね、家庭とこう個人やって言うんですよ。あるいはそのコンビニなんかが24時間営業になると、それで電力をよく使いすぎるっていう、そこにこう大体目をそらさせようって言ったら言い過ぎかもしれないけど、そこも努力するべきだと思うんだけどね。
なんか自動販売機全部なくすだけでも電力の消費量も激減するという話はあるんだけど、なんか一番大元のね、こう排出量の多いところには経団連の自主行動計画に、まあ、お任せすると。であとは国民がクールビズもね構わないんだけど、そのクーラーの温度をね、何度ぐらいにしようとかいうことぐらいで今の環境問題解決しないですよね。その辺はこう焦点がどこかと。で同時に小さな努力も実れ、こう積み重なればそれは大きな意味を持ってるんで、やっぱり国民もこう環境に配慮した暮らし方をするというのは必要だと思いますけどね。まあ、そういうことを含めたね、僕はあの率直に言うとね、今話が道路とガソリン税がどうかという話だけに特化されてるでしょう。でまだね、道路とその中期道路計画について本格的に議論しようとなってきたのは非常に良かったと思ってます。で今、まあ、その灯油代も上がってガソリンも上がるというので、ガソリンが25円下がればありがたいというのと、こうガソリン代を上げるか下げるかという議論、これ非常に大事なんで、暮らしにも直結するし大事なんだけど、通常国会がねそれだけの議論にこう特化されてしまうとね、大きなことを見失っちゃうと思うんですよ。例えば高級法作りで事実上自民党民主党の合意があるわけだから、これどうするかという議論もあるでしょうし、環境の問題もあるでしょう。これは日本経済全体の軸足をね、これはあの政府の月例経済報告でも企業部門は堅調だけど家計になかなかそれが波及しないと言い出してるわけで、じゃあ家計に波及しない原因がどこにあって、経済の軸足をどっちに移すのかと、これはもう答えは国民の懐を温めるってことだと思うんだけど、じゃあそのためにはどういう施策が必要かとかね、なんていうかな、国民の切実な要求実態に根ざした骨太の議論がこれからね、まあ補正が明日明後日で大体上がる、で本予算の議論に入るわけで、そういう本予算の議論ではね、そういうこう切実な国民の要求から出発して大元にメスを入れるような骨太の議論をやっていく必要があるというふうに思いますね。農業もありますしね、食料問題、食料自給率 39% という問題どうするのかとか、そういうまあもろもろの議論をいよいよ本格的にやるべきだなと。その点で、ああいうつなぎ法案がね、いろいろ紆余曲折はあったけれども撤回されたことは、まあ、まともな本格的議論をね、国会らしくやる上での前提条件ができたという点では非常にいいことだと思ってますね。まあ、あの合意の解釈をめぐっていろいろまだやりとりやってますけどね、もう少し前向きに議論した方がいいなと我々は思ってます。あんまりないと言いながらよく喋りましたけど衆議院選挙は、はいはい、まあ、年内でとりあえず一段落だったと思うんですけど、この後そのどういう政局見通しをもとにですね、あのどうやってその言わずに、まあ、引き続きどんどんやっていくのか、それともちょっと間を置いてやるのか、その辺の考え方について見てもらえますか。まあ、大変時期は流動的だけども、解散含みで状況が進んでいることは間違いないと思うんですね。まあ、党として今一番陥ってはならないなと思っているのはこれ様子見ですよ。こいつになりそうだなんて、これは決めるのは福田首相が決めるわけで、我々に解散の時期を決める権限がないわけだから、突発的に起こることもありますよね。だからこういつ解散総選挙があっても大丈夫なように、党の力量をきちんと強める、演説会も一層加速させてね、頑張る必要があるというのは基本です。で同時にね、狼少年のようにね、なんか明日にでも解散があるよと、だから頑張れと、これは誰も信用しないですよね。だから
そこはなんていうかな、常識的な立場で、なんか伸びたからゆっくりやろう、伸びそうだからゆっくりやろうというのも良くないし、明日にでもあるかのように煽ってね、頑張ろう言っても、これはダメだと思ってるんです。だから日常的な選挙準備活動を積み重ねると、でこれがね今一生懸命やってる、ちょっと難しいあれですけども、あの綱領を語り、日本の前途を語り合う集いっていうのをね、草の根で支部単位で無数にやろうということをやってまして、これね提唱したの、第5回中央総会の時に提唱したんですけど、すでにね数千箇所でやられて、集まった人間が15万人超えたんです。一つの支部では20人30人だけど、たくさんの支部が何回もやるとそれぐらいの人数になりまして、これをね、これちょっとかつてなかった取り組みなんです。これはあの熱いホットな切実な当面の問題と根源に迫る、まあ私たちの言葉で言えば公領的立場でのアメリカ言いなり大企業の利益優先という政治をどう打開するかということと、熱いホットな問題と結合して語り合う、一方通行じゃなくて相手からも質問出してもらってね、これずっとやろうというのと、やっぱり足腰の強い党ですね、今ある党員が元気に頑張ると、何が起こっても動揺しない、科学的な革新をしっかり持つという点での党内での学習運動ですね、というか量を増やすと、党員と読者を増やすと、でこれは、まあ、なかなかね、あの新聞社の関係の皆さんは同じようなご苦労があると思うんですけど、年末はキリがいいとこだからこの新聞やめるとかね、いうのが多いんですよ。その12月も増税で乗り切って、これでね10、11、12、1月も機関紙全国的に増税化しておれて、ちょっと久しぶりなんです、4ヶ月連続増というのはね。あのこれは日本中である言葉かもしれない、関西でよく使うんだけど、1月犬、2月逃げる、3月猿っていう言葉あるんですよ。要するにまあ商売する上でも1月2月3月やなかったら大変だと、あれはニッパチって言葉もありますよね。そう、季節的社会的条件から見ても大変な時だけど、増税化しとるたちのは良かったなと、でこれはあの大いにやろうと。もう一つ全国遊説をね開始して、そういう支部単位の語り合う会と合わせて、大きな規模の演説会をね、もう始まりました。1月20日の長野を皮切りに始まって、昨日僕は佐賀の唐津へ行ってきました。一昨日は兵庫の尼崎、市委員長は2月13日かな、武道館、いや有明コロシアムか、で大規模な演説会をやりました。そういうあの各県で、県庁所在地や地方都市で大規模な演説会をやると、それとその支部単位の語り合う集いをこう結びつけようということで、まあ、ちょっと長くなりましたが、いつ行われてもいいように準備をきちんとしよう。候補者はもうほぼ出すべきところはほぼ確定と言ってもいいと思います。あと若干小選挙区で残っているぐらいです。比例は73でもほぼこれは最終と見てもらっていいかなと思います。だこんなに早く比例も小選挙区も候補者決まったというのはかつてないんです。あとはちょっと政策準備ですね。でこれはまあなかなかね、その何を想定にするかっていう大まかなことは今からでも決められても、ちょっとこう政局の流れとかその時の状況で変わってくるから、遅れを取らないように準備はしてますが、発表の時期なんかはもう少し考えたいなと。でそれ待ちにならずに、例えば緊急にこう必要だなと思われるような問題は、選挙解散の時期に関係なく政策をいろいろ考えたいなと、まあ、例えば農業問題どうするかというのもその一つだし、環境問題についての提言発表するというのもその一つだし、それらは解散の時期とは関係なしに早めに出したいなという努力中です。よろしいでしょうか。